ファミコンソフト大全集。どうもタブヤンです。ドラゴンクエスト8続きをプレイしていきたいと思います。前回ねミーティアちゃんがさらわれてしまったので探しに向かいたいと思います。おっさんが怖い顔して見てるし、この街の中を探す。なるほど、どこかな。この辺り、闇商人の店で安物のベッドを手に入れたのさ。あんたも欲しけりゃ酒場の奥のポッと行けねえ行けねえ。闇商人の店か、怪しいな。ここじゃ一つの部屋をいた大勢で暮らしてるのさ。うん、おお、いいね、小さなメダル。もう10枚揃ったんじゃないかな。いやー、この壁薄いの嫌ですよね。うん僕もね10代の頃会社の寮に住んでまして、ベニヤ板みたいなねで区切られたところで元が1つの部屋だったところをね2つの部屋にしてベニヤ板1枚つけたみたいなね、そのところの寮に住んでましたけどね。お、20ゴールド払うと払ったら情報くれましたね。馬車に乗ってたのは酔いどれキントっていうケチな盗賊、大ののんべえ。全然情報にならんな。それじゃあ多分この酒場一回行きましたよね。あそこじゃないかな、この闇の。ここ、ここ。あれ？裏にいると思うんだけどな。このね、この奥にいるでしょ、絶対。どうしたらいけるんだろう。闇商人のところじゃないのかな。さっきそこのキントが見張り台の方に歩いていくのを見たよ。見張り台か。っていうことは見張り台は反対だね。よしよしよし、見張り台のとこ行こう。だいたい一周したからね、この街ね。何だったかな。あ、こいつ寝てるからね、通れますと。ここだな、見張り台。全くミーティアちゃんを盗むなんてね。あんなでかいのをどうやって運んだんだろう。ほら、酔いどれキント、お前か。あれ、町の外へ出て行ったやつはいない。この情報嘘じゃないか。やっぱり酒場かな。ねえ、酒場っぽくない。うわ、もうこの街嫌だ迷路じゃん。違うね。前回も散々歩き回りましたよね。あと酒場ぐらいしかない。あ、カジノって書いてますね、ここ見て。これカジノだったんだ、ここ。おお、
マジか。スロットマシンとビンゴゲーム。コイン？コインはどこで売ってるの？こっちか。1枚20ゴールドか。高いな。5枚しか買えねえぞ。5枚、8枚ぐらい買えるの？あ、ちゃんと計算してくれる。9枚。ケチな遊びですね。ゲーム。はい。最初にコインを何枚かけるか決定するとゲームが始まります。なんか説明読んでないけど、わかるでしょ多分ね。遊びましょう。ビンゴ。十字ボタンでコインを投入。A ボタンでスタート。B ボタンでやめる。あ、一回5枚？高いなぁ。行くか。コインスライムがなんかやってる。7？ いいね。10。あ、バラバラだな。でも4回で揃ったら ×200。 おお、全然それはね、自動なんですね。5。あー、ダメだ。10回以内に揃えないといけない。おお、リーチ22。来い22。おっとー、ビギナーズラック125枚のコイン当たりました。あ、まだ続くの。あ、2回3回当たる可能性あるんだ。すごいね。やめとこう。すげえ、ビギナーズラック来た。この勢いでちょっとやってみます。どれにしようかな。これでいいか。ワンコインスロット、ビギナーズラック来るかね。コイン5枚。リーチ何が。おお、ビギナーズラック、元取ったって感じね。面白い。ハルミドあると思いましたよ。リーチ50枚。惜しい。結構これ行くかもねみたいな。どうだ、リーチ。せっかくリーチばっかり。すごいね。777だと1000倍か。リーチ、おお、来た。100枚ってすごくない？上から4つめ。おいおいおい、やっちゃったよ。引き際が肝心だな。すげえ、ビギナーズラック。200枚。9枚を200枚にしましたよ。はい。何かいいのあるかい？あ、魔法の性質、大したことないな。シルバートレイ、ハヤテのリング、素早さアップ。へぇ。パワーベルト、攻撃力10、ルーンスタッフ、戦闘中使うと仲間全員の守備力を上げる。あ、スクルトですね。すごい、これいいな。ルーンスタッフ、プラチナヘッド、めっちゃいいね。5000枚かよ。ちょっとまた今度やりましょう。カジノに気づかなかったっていうの恥ずかしいな最初。ここね、なんか看板が見えたんでね。いや、それよりも酒場かな。やっぱり酒場に行きましょうか。
2カ所あるんだよね、酒場ね。あ、でもね、そっか、この見張り台を通ったから、もしかしたらこっちに行ったんじゃないかな。あ、こっちもでも行き止まりか。ここは行ったしね。どういうこと？ガセネタだったんじゃね。ここから、中から行きましょうか。あ、ここは違うね、カジノ。ごめんごめん。どういうことだろう。こっちかな。じゃあもうしらみつぶしに探すしかないね。情報がないよね。酒場に行きましょう。やっぱりね、酒場、情報といえば酒場。この人、え、東の方へ走っていくのを見ました。どういうこと？その情報古いんじゃない？あ、こいつじゃね？あ、違うな。いないね。酔いどれ銀とそいつだ。じゃあやっぱりもう一回、何通りでしたっけ、貧乏通りみたいな。見るか。こっちかな。あかん、情報が錯綜。酔いどれ金とどこだ。ダメですね、もう情報。酒場に行けばなんとかなるもんじゃないの、このゲーム。くー、ここにいたりして、あのいかがわしい占い屋のとこ違うの。いないね。じゃああれか、この上から見張り台の方に行ったとか、そんなのかな。ここ。情報屋のところにいたりして。ん？情報屋の部屋だね、これ。入れたぞ。不思議な泉という本、世界のどこかに呪いを解く効力のある不思議な泉。へえ。世界地図みたいなのが貼ってある。すげえ、めっちゃ本ある。パルミドの歩き方。カジノね、牢獄の館行ったよ。物乞いにだいぶやられたな。奥の部屋がある。
誰もいない。情報屋いいとこに住んでるな。物色賢さの種、イエーイ。賢さの種使っとこう。タブヤン、あ、間違った、ヤンガスに使っちゃった失敗した。ヤンガスに使ってもしょうがないよね。ここでもない、ここ行き止まりだよね。わからんぞ。どういうこと？トルデオ、なんかヒントくれ。くれよ。ゼシカちゃん、かわいいな。セクシードレス。どこだろうね。ここ全部調べたよね。あとはここは入ったっけ。入ってないね。あー、そっか、これ鍵閉まってるんだ。こっちは？こいつは誰だ？あ、占い師寝てるの？はい。占い師の家だったんだ、ここね。イカ様占い師。こっちは？あと行ってないとこどこだろうな？教会とか。あ、誰か起きてる。え、うちの人もしかして、あの探してるやつの嫁なのかな。かもしれんね。どこに行った。ああ、この狭いとこか。ここ違うもんな。喋ったしな。教会にいるわけないしな。全くダンジョンより難しい街だな、ここは。パロミドの街は。あ、ここ来たことなさそう。一番最初に来たのかな。そうだね、一番最初に来たところだね。あ、武器屋の裏か、ここね。じゃあここじゃないな。こっち。でもね、この近く。ここはさっき入ったでしょ。隠れてるんじゃないか。あ、こっち行ける。おーっと、見逃してた。999枚、1000枚と。なに？おいおいおい。のやつ、目が利きやがるぜ。あの馬の品の良さを一発で見抜くた。さすがは闇商人ってとこか。なんだと？まあ、この金斗様にとっちゃ馬泥棒くらい朝飯前ってもんさ。返してもらおうか、その金貨。誰だお前。まさかあの馬の持ち主。
様か、わしの可愛い姫をかどわかしたのは。かどわかしたってどういう難しい言葉使うな、トルゼさんは。なんでこんなとこに魔物がいるんだ。あの馬は魔物の姫だったのか。そうだ。誰が魔物じゃ。とにかく姫を返せ、今すぐ返せ。返さぬとひどい目に遭わせるぞ。許してくれ、あの馬が魔物の姫だったなんて知らなかったんだ。この通り馬を売った金は返すから、どうか命ばかりは。おいおい、一部抜いてるんじゃないだろうな、お金ちゃんと返すよ。姫を売ったと申すか。構わぬ、この奴は切り捨ててしまえ。戦国時代じゃあるまいし、トロデさん、許してやりましょうよ。まあ落ち着けよ、おっさん。こんなチンピラ切ったって兄貴の名が汚れるだけってもんだぜ。そうそう。おいお前、馬姫様を売ったってのはひょっとして物乞い通りにある闇商人の店か。さすがヤンガス、地元知ってるね。へえ、その通りです。よくご存知で。よし、なら売った金をよこしな。言っとくが、ごまかしたりしたらただじゃおかねえからな。そうそうそう、ヤンガス分かってるね。ちゃんと返すよ。どうぞ、1000ゴールドです。本当にこの金額で売ったんです。そんなはした金で。どうやら一安心でガス。ハシがこの金を返して頼めば。それは本当じゃ。1000ゴールド以上ぼったくられそうだけどな。そっか、ここまで来たのにね、この、こう気づかなかったね、こっち側。時間がかかった。さあ、闇商人の店はもう分かってますからね。あれ？朝になっちゃった。もう徹夜で探しちゃったよ。まったく、いつになったパルミドの街から抜けれるんだろうね。疲れたよ、まったく。こっちこっち、闇商人の店。以上ぼったくられると思うんですよね。そこはヤンガスの交渉の腕次第だね。おい親父、なってるんだ、店の中は。ほ、こじんまりしたところだな。お、ヤンガスじゃないか。今日はどうしたんだ。久しぶりに盗品でも売りに来たのか。いや、そうじゃねえ。今の足はこっちの兄貴と旅をしてて、盗賊稼業からは足を洗ったんだ。それよりあんた、最近酔いどれ金取ってやつから馬と馬車を買わなかったかい。実はその馬と馬車は兄貴の持ち物なんだが、その金取ってのに盗まれちまってな。で、野郎を問い詰めたら、この店に売ったって白状しやがるから慌てて駆けつけたんだよ。ヒントなんぞに盗まれるた、お前さんともあろうものがついていながら油断したもんだな。ま、それはそうと、その馬と馬車だが、確かにヒントのやつが売りに来たのを買い取ったぜ。ほう。買い取ったんだが、その、言いにくいけど、もう売っちまったんだよな。なんだと？あんだって？それで、どこの誰に売ったんだ。すぐに取り返しに行かねえと。それがな、さらに言いにくいんだが、買ってったのはゲルダなんだよ。ゲルダって、あの女盗賊のゲルダかよ。冗談きついぜ。どういうことだ。すまねえな、俺にはどうにもできねえや。
あとはお前自身で何とかしてくれよ。あの南西の方にいたっていうゲルダのとこかい？なるほどな。まさかこの件にゲルダのやつが関わってくるなんてな。いわくつきなのかい、アンガス。やれやれ、本当は行きたくないけどしょうがねえ。あいつの家確か町を出て南西の方にある池に囲まれた場所だったよな。あ、そう。さあ兄貴、馬姫様を助けに行くとしやしょうぜ。目指すは南西でガス。はいはい、わかりました。はい、今回はここまでにしたいと思います。ミーティア姫が盗賊にたらい回しにされて大変ですね、これ。パルミド恐るべし。まあ、今回ねビギナーズラックでカジノもできましたんで満足でした。最後までご視聴ありがとうございました。次回は南西に向かって女盗賊ゲルダに会いに行きたいと思います。それではまた。他にもファミコン動画がたくさんありますので、よかったら見てください。チャンネル登録がまだの方はぜひぜひ登録をお願いします。